ょん。今日の配信のコンセプトで卵。はい、昨日はね、関東瀬戸内でまだなんか、そっか、そうですよね。あの、私このゆで卵で、ございます。嬉しい、やったわ。いや、おでこで割ってみて。いや、でも私あのゆで卵の話をすると、誰が北海道のしのぶさん、はい、ありがとうございます。うわ、チョコ。北海道のしのぶさん、タワーありがとうございます。今日は朝、昨日夜ちょっと帰ってくるのが、あの広島、やっぱりちょっと新幹線のね、移動がね長いですからね、ちょっと遅かったんですけれども、あのあれですよ、今日の朝はお風呂入ったんで、朝風呂朝風呂って言いますか、朝風呂っていうものをしたので、すごい目がシャキッとして、朝から勉強してました。広島と関東はどっちが暑い？え、これは関東、いや、あの日中に活動したっていうのが関東だったので、あの夜の、やっぱ夏の夜って言っても別にこう、まあ、あんまり暑くないですから、風がぬるいぐらいだから、カンカン照りの広島を、あ、お腹が鳴った、体感してないんで。ここにある、多分茹でてある卵、生卵とは別で置いてあったので、多分茹でてある卵だと思うんですけど、母さんが茹でてくれた、これを食べたいと思います。私のために茹でてくれたかわかんないですけど、食べます。え、これで急に割って生だったら怖いんですけどね。生卵とゆで卵の見分け方ってなんかないんですかね。茹でてあるであろう卵です。割ってみればわかる。いや、それすごいスリリング。あ、いいんですけどね、期待しちゃう。いや、期待しちゃない。回してくるくると回ったらゆで卵、そういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。まあ、あんずりより有無が易しって感じですかね。やってみるしかない。やってみましょう、割ってみましょう。5分。いや、なんか今ちょっと声は仮病中を口ずさんだんですけど、多分なんか大丈夫、いいですか、回すいや、多分入れてやる、別のしてあったね。じゃあここであったらいいかな。硬いところがないんですよね、あんまり。
はい、では今日の朝食です。朝食ゆで卵ってスーパー、卵ってスーパーフードですからね。もうなあらゆるエネルギー、エネルギーが、エネルギー、そうあるんですよ。あ、ちゃんと茹でてありましたよ。そう、今日も絶好調です。今日は何してましたか皆さん。え、待って、今日祝日4連休ですか。昨日は海の日でメンバーが海ツイートいっぱいしててね。オリンピック前か。あ、そっか、今日だ、今日オリンピック、そっか、そうですよね。うわ、なんかもう忘れてた。朝から今日まで今日は仕事。あ、そうなんだ。あ、タワーだ。ちょっとゆで卵1個食べ終わったらサイン書きます。嬉しい。あ、オリンピックだからこのなんかヒューみたいなカープの7回に飛ばすあの風船みたいなのが嬉しい。タワーありがとうございます。お母さんはオリンピックの野球は見ますか。え、見たい。あのなんか合宿じゃないけど、なんだったっけ、合宿って言うんですかね、選手たちがこういつもチームメイトではない選手たちがこう一緒に練習したりしてるのを見て、なんか新鮮だなと思います。セリーグとパリーグの選手がねこう集まってるわけですから、オリンピックにもカープの選手がいっぱい出て活躍してほしい。いただきます。ゆで卵1、すごいいい匂い。うん、え、食べないんですか。うん、めっちゃ綺麗にむけた。あ、絵描かないとね、ちょっとあの待ちきれませんでした。卵美味しい。な、何もなし、プレーンでいきますよ。カレーの味がする。ん、え、もう無添加で、無添加、無調味料で食べます。美味しい。あ、カレーの鍋で茹でた。おいしい。いや、絶対カレーの味はしないはず。うん、ふん、茹でるときは塩入れないの。え、塩入れないですね。なんかの卵本来の味。おはようございます。
ゆで卵がだけでこんなに幸せ。食べてる時が一番幸せ。あんまり食べないんですけど、ということで、あっという間に、あっという間にゆで卵を一つ食べ終わりました。ゆで卵が似合うアイドル。まあ似合わないよりはいいんですよね。うん。君にこう喉の水分を奪われるかもしれない。それではこちらのあるゆで卵にゆで卵アートをしていきたいと思います。ですけど、なんかあのゆで卵はね、汗かいてるんですよ。なんかこう冷蔵庫から取り出したので、まあ常温に、今常温に戻ってる最中にね、こうね、この冷蔵庫とこの空気中の気温、常温とのギャップに汗をかかれております。これあの水がつくとね、絵描けないんですよね。あ、もう一個あります。皆さん、では絵を描いていきたいと思います。あ、その前にちょっとさっきタワーを立ててくれたようちゃんさんにサインを描きます。ありがたわー。今日は7月、8月、7月か、21、3 7月23ですね。はい、ようちゃんさん、タワーありがとうございます。ここにようちゃんさんって書いてますか。いやー、今日もいい天気だ。外に出てないんですけどね、まだ室内にしかいない。今日は何曜日かっていうと、木曜日くらい、水木金のどれかです。月曜日か火曜日ではないです。消去法、あ、金曜日ですね。はい、ありがとうございます。ランニング、この夏は、私夏ってなんか痩せるんですよね。でも普通に暑いから、気候的にこう暑くて、体が普段より基礎代謝が上がるんですかね。え、消費エネルギーがね、燃費が悪いというか、ちょっといっぱい消費しちゃう、食べてもいっぱい消費しちゃうみたいな。燃費良かったらこうちょっとでも長持ちっていうか、そんな感じじゃないですか。ちょっとでもずっと走り続ける。でもいっぱい食べてもいっぱい消費しちゃうから、夏バテでね。
今週の妹面白かったよ。あ、なんかあのオムライスのやつですかね。最近のあの STU のこうプロフィールを見てたんですけど、なんかこう、あ、いつの間にこんなに減ったん、なんか減ったってか、なんかこうこの人数、あ、待って、ゆで卵がちょっと常温に戻ってきて、あのもう水分が出なくなったので、ちょっと先に絵を描きたいと思います、忘れないうちに。これの賞味期限は8月8日、あの呼ぶ下の卒婚ですね。え、今日の気持ち、今日朝配信しようと思ったんですけどね、起きれんかった。でもあんまりあのこうサイクルは崩しちゃいけないかなと思うので、朝の課金終わりました。それではいいですか。今日の気持ちはこちらです。どーん、鉢巻きを巻いてます。ゆで卵くんです。これね、なんでかというとですね、なんでかというとですね、あのなんか夏って結構こうあの勉強とか、あ、まあオリンピックもあるんですけど、勉強とかでなんかこう鉢巻きを履いてるイメージがある、つけてるイメージがあるんですよ。なんか勉強するために鉢巻きをおでこに巻いてみたいな、そのイメージで作りましたね。そう、巻いてますよね。なんか鉢巻きを巻いてる、巻いてる。かきこ、そう、夏のあれをイメージして頑張って合格します。頑張れた。勉強すごい今日もはかどって、朝から1時間勉強して、30分勉強して、今ショールームして、からいろんな課題を、え、なんかちょっと今まであの本当になんか勉強してるってファンの方も思うと思うんですけど、今までやった勉強の教材を見せ、なんか見てもらいたいですけど、なんか見てもらってもなんかあれかも。中学校の英語から勉強したんで、私のルーズリーフだけ見ます。なんかでも量って意味ないと思うんですけど、ね、
死ぬほうがいい。僕がただいまんご。あの英語の勉強はですねノートに書き込んだりしたけど、これにこのルーズリーフに全部やりました。勉強、まあこれだけでね勉強してるってね、なんかこう言えないんですけど、ね、あとは世界史をなんかもう意味ないんですけど、ほんまに意味ないことしかしてないんですよね。最初の、うん、全然意味ない。あれ世界史これじゃないわ。なんかそう、世界史の世界史も同じぐらいこうまとめたいんですけど、それは絶対意味なかった。だって覚えてないもん。でも確実にね世界史を進める方法が分かんないんですけど、なんかルーズリーフに書くのがなんか結構なんかルーズリーフを使い切るのがなんか結構快感じゃないけど、あの一つ達成したみたいな感じでなんか自分の中で思うあれがあって、あ、もう早っ。でもあのこれがいつかあの心が折れそうになった時にあの、まあ、これだけやったっけ、これをやってなかった自分よりはまあ可能性あるよなっていう雰囲気で頑張ります。ではゆで卵を食べたいと思います。痛い。ああ。入れ卵を入れ卵。わ、すごい。すごいかわいそう。これ茹でてるよね、うん、茹でたのかなこれちゃんと、え、プルプル、すごい、あ、すごい割りづらいかも、割れる、おう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 、よし、さっきと色が違ったじゃないですか。あのさっきのやつは私が入れたんですよ。はい、茹でてずっと多分貯蓄してあったやつなんですけど、冷蔵庫に結構前に茹でて、これ母さんが入れてくれた。私トロトロのが好きなんですけどね。もうこれ多分トロトロ、私母さんには勝てないと思ったことが最近あって、いっぱいあるんですけど、そんなこと、そんなこと人生にいっぱいあるんですけど、やばい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 、なんかすごい剥きづらい。あのキャベツをね自分で切るじゃないですか、まあ、切って食べるじゃないですか。時々母さんが切ってくれるんですよ。でなんか母さんが切ってくれた時にはなんかキャベツの味マジで違うんですよ。なんか何がこんなすごい違うなって思いながらいつも美味しいなって食べてるんですけど、何が違うかって言ったら、母さんがキャベツ切ってくれる時はあの玉ねぎが入ってるんですよ。だからなんかそこまで普通気が回らんわと思って、お母さんには勝てんなと思いました。すごいなって、普通にそこ入れ、キャベツ切るだけでなんか茹でたもんじゃないわ、玉ねぎ入れてあげようと思うって思って、普通なんか素敵だなって感じですね。
父さんが結婚する理由もわかるわ、母さんと。さすが母。俺の母はすごいぞ。ゆで卵むけました。ちょっとねここね、さっき一口食べたんですけど、ここ下手くそ。はい、ゆで卵むき終わりました。食べたいと思います。なんかいただきます。さっきまで絵が描かれてあった。はい、食べたいと思います。いただきます。すごい光り輝くゆで卵。うん、完熟。ん、完熟なんかな。もう白身はなんかめっちゃ柔らかいっていうか、みずみずしい。なんで。どっちがゆで卵。いや、どう考えてもこっちでしょ。もう夏休みに入りました。うん、うん、ふん。半熟じゃないです、完熟。うん、完熟まではいくんけど、美味しい、美味しい。ゆで卵素敵。うん、うん、ふん。このゆで卵は味が違う。コーンの味がする。セブンイレブンに売っているゆで卵を食べたことありますか？あります。なんかめっちゃ塩気が効いてて、コーンの味がする。ほんとに、うん、さっきはね、なんか結構カレーの匂いがした。うん、ふん。めっちゃ美味しいですよ。塩は振ってないんですよ。卵ってでもめっちゃ味する。うん、うん、ふん。ん、ニコ生。なんか鳴るんだけど食べたのに。輪郭卵。
味しかったです。入れてもでも大体これで一日過ごせるので、で夜にまたご飯を食べると。私の昼食タイムでした。昼食タイムを皆さん一緒に過ごしていただきありがとうございました。もっと食べたいんですけどね。あ、水分は取りますよ。では一緒に昼食タイムでした。あ、明日は僕恋公演ですか。あれ、じゃあ金曜日か今日。あ、その話したわさっき。皆さん一緒に過ごしてくれてありがとうございました。このカイコカワのゆるたまご食べ配信を一緒に過ごしていただきありがとうございました。今日も一日楽しんでください。じゃあ勉強頑張ります。ではね、あ、今夜はチリパ、そうですよ、チリパですよ。ぜひ皆さん見てください。ではランキング、あ、聞いてくださいだった。ではランキングを読みましょう。13位てつさん、12位ようさん、11位たくぞさん、10位すえんさん、9位ケブピ H さん、8位こまめまきさん、7位くるとさん、6位たいのこまめさん、5位ありくんさん、4位なっしーさん、3位はいけいさん、2位北海道のしのぶさん、タワーありがとうございます。1位ようちゃんさんです。ありがとうございます。ようちゃんさんもタワーありがとうございます。皆さん、ゆるたまごを見てくれて、あ、違うゆるたまご食べる配信を見てくれてありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。それでは放送終了します。放送終了まで5、4、3、2、1、バイバーイ。ありがとうございました。あ、でもこの後コーンスープ飲もうかな。コーンスープ飲みます。バイバーイ。